本丸跡から見た荒川とより一丁本丸跡にある、田山固い監視費八方城は、埼玉県大里郡より一丁、大技八方にある、戦国時代の日本の城跡である。構造は連閣式平山城。標高は最高点で122メートル。八方城は、深沢川が荒川に合流する付近の、両河川が谷を刻む、断崖状の天然の溶岩に立地し、 その縄張りは、唯一平地部に面する南西側に、大手、外極林、三の車の三つの車を廃し、両河川の合流地点である、北東側に向かって順に二,二の車、本極林、笹車と車が連なる、連隔式の構造となっている。絡めて、本丸、二の丸、三の丸及び諏訪車には残号を伴い、また北西側の荒川沿岸は断崖に面する。 初めて築城したのは、関東管領山内上杉氏の家臣である、長岡ゲ春と伝えられている。その後、小田原の御北条氏時代に、北条宇国によって整備拡張され、御北条氏の上野国支配の拠点となったほか、海、品野からの進行による最前線として重要な役割を担っていた。その後、下野国遠征の足掛かりともなったが、その滅亡とともに廃城となった。 また、跡地の周辺には、殿原工事や、丹野工事などの工事名が伝わっており、小規模ながら、初期的な城下町が形成されていたことが伺える。関東地方に所在する、戦国時代の城郭としては、比較的綺麗に残された城の一つと言われる。1932年に、八型城跡として、国の史跡に指定された。1984年からは、よりいによる、 保存事業が開始された。現在は、八方城公園として整備され、園内には、ガイダンス施設である、八方城歴史館が設置されている。稀に見る頑強な要害だったとされ、武田信玄、上杉謙信、前田利家、上杉影勝らの数度の攻撃に耐え、小田原征伐では3万とも5万とも言われる、北国軍に、包囲されて1ヶ月にわたって籠城した後に、 会場という形になった城石は、西南旧、折原村を大手口とし、東の旧八方村の絡めてとしている。本丸、二の丸、三の丸、秩父ぐる諏訪ぐるなどがあり、西南部には、侍屋敷や城下町の名前が伝えられており、寺院、神社があり、土塁、空堀も残存する。八方城にある、江戸飛岸城石内には町天然記念物に、 指定されているバラカサクラ属の植物の一種、エドヒガンが生存している。このエドヒガンは、一旦伐採されに本館の株元から12本の芽が成長した珍しいものである。2009年現在で、樹齢は約150年。高さは18メートル、枝張りは東西23.5メートル、南北21.8メートルで、根回りは6.5メートルほどもある。 ソメイヨシノの片親である、江戸悲願であるが、名前の通り関東では、ソメイヨシノよりやや早めの悲願の頃満開となり、満開の時期には、多くの写真家や画家が訪れる。2018年、よりい町は、八方城主の北条宇治国にちなんでこの木の愛称を、宇治国桜とした。八方城跡マイナス国指定文化財等データベース。八方城公園よりい町日本の史跡百一。 千鎌倉大蔵氏ジップは、上杉のリザネの子で創籍にあった、周明。ジップは三代古学坊の足利高本、A62 年とする説もあり、有力である。なお、北条宇治国の八方城入城をめぐって、埼玉川の博物館紀業第六号では A67 年説を採用している。ありがとうございます。